じゃあキャベツさんからお願いします。とりあえず家庭用が緑のカラー選べないのが残念なんですけど、孫さん最後にやった時僕ちょっと勝ったと思うんですけど、指名しちゃってよかったんですかね。いいんすか。お、誰だこいつに舐めた口教えたの。切れちまった。屋上行こうぜ。はい、それではお待たせいたしました。1回戦第3試合、キャベツ対孫。さあ、ワンピーがキャベツバイパー、次が孫サガット。さあ、やり込みでは当然のごとく孫の方が上。さあ、その辺をうまくセンスでカバーできるか、キャベツバイパー。さあ、最後は勝っていると言っていたキャベツバイパー、その時の再現ができるか、それとも孫はリベンジを果たすか。ちょっとめくり、さあ、アパカが入る。さあ、2セット選手ですのでね、1試合目非常に手の内見せ方が重要。さあ、表、さあ、きっちりガードしているが、さあ、ワンチャン、きっちりリバサのアパカが入って、まずは1本目孫。さあ、なんとビューアーが2700人も見てるそうです。ものすごい人数ですね。すごい打ち、おいしい。さあ、これは完全に孫のペースか。ジャンプ中盤が入って、まずは1セット目孫。さあ、そして2セット目キャベツ。さあ、どう修正をかけてくるのか。さあ、うまく小技からつないで、さあ、依然体力は5分。さあ、しかし今の垂直で、おっと、さあ、パカー甘えた飛びは許さない。さあ、この辺の策、さあ、キャベツ、さあ、キャベツ、いいところを見せてほしい。さあ、きっちりガードしている。めくり、さあ、おっと、つないだ。さあ、キャベツ取り返す、1-1。さあ、いい試合が続きます。さあ、以前孫のマッチポイント。さあ、つないで、さあ、しかしこうなると当然逃げジャンプ大パン、勝ったのは孫。